どうも皆さん、おはこんばんちは。大高実況の大ちゃんです。はい、本日はね、1周年記念大会のまあ思い出話というかね、結果報告を YouTube の方にさせていただきたいと思います。べべ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 
1周年大会、まあ結果から言いますと初戦敗退でございますほんまにごめんなさい。これといった見どころもなく、初戦敗退で終わってしまいました。でも、ミラティブの方でね、生放送させていただいたんですけど、来てくださった方、本当、ありがとうございました。本当に、ごめんなさい。ほんまにごめんなさい。はい。1周年記念大会の方ですね、3月7日、日曜日に20時から、やってたんですけど、僕はこちらのゲーミングメカゴリラちゃんを使って、はい、参加させていただきました。というわけでね、はい。思ったようにフィニッシュが決められなかった。正直ね、ゲーミングメカゴリラちゃんはね、だいぶ思い入れがあるというか、初めてフィニッシュ数ランキングに乗った時、このゲーミングメカゴリラちゃんを使ってフィニッシュ数ランキングに、ランクインしたんで、まあ、フィニッシュどんどん決めれるかなと思ったけど、やっぱり、なんだろうね、思ったように全体強化が使えなかったりとか、まあ、その前にフィニッシュ決められちゃったりとか、まあね、今映像を流してると思いますけど、はい。決められちゃったりとかね、して少し、思わない、思う、ね、振るわなかったですね。いやー、まあね、正直、誰が優勝してもね、おかしくない、まあ、猛者揃いだったんだね、正直。僕が入ったブロック、A ブロックも、誰が勝ってもおかしくない、そんなね、猛者たちがおりました。はい。でね、結局、優勝は、主催者さんのサメ肌二郎さんが優勝で、本当におめでとうございます。でね、第2位がね、橋口隆一さん、おめでとうございます。第3位が、鶏肉豚のさんということでね、おめでとうございます、本当に。はい。でね、第1位と第2位、サメ肌二郎さんと、橋口隆一さん、第1位、2位なんですけど、先日僕が参加させていただいた、デルタ杯、はい。こちらの方で、3人で、僕と、大高実況、大ちゃんと、サメ肌二郎さんと、あと、橋口隆一さんで参加させていただいたんですけど、そのね、メンバーの2人が、入賞、つかもう優勝と2位、もう準優勝、もう、素晴らしい、マジで。ねえ。やっぱりデルタ杯で足引っ張ってたの俺か本当にごめんなさいね。2人は本当に強かった、サメ肌二郎さんなんてね、最後の試合で、完勝もね、決めてくれて、うわ、もう、よっしゃーと思ったね。よーしって、すげえガッツポーズしたもん、俺。見ながら。二人にはね、ほんと、いろいろお世話になってね、すごい、本当にありがとうございます。いい思い出をありがとうございます。本当に今回の大会もデルタ杯もね、本当にいい思い出になりました。なんかね、本当に心が温まる。なんか負けたけど、やっぱり、なんだろうな、仲間が勝ってくれた。まあ仲間、まあ仲間だと思ってるからね、僕は。そう。勝ってくれたってなって、すごく僕はね、嬉しかったです。正直。まあね、本当に、鶏肉豚丼さんもね、第3位で、本当におめでとうございます。皆さん、入賞された方、おめでとうございます。本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。本当におめでとうございます。めでたい。よかった、本当に。マジでよかったわ。で、はい、ドン。皆さん見てください、これ。紫称号いただきました。初紫称号やったぜー。いやー、これでね、この一周で持ってる大高実況大ちゃんが本物の大高実況大ちゃんだからね、みんな勘違いしないでね。オッケーオッケー。本当にね、参加するだけで紫称号いただけるなんて、そんなね、ありがたい話、本当にありがとうございます。僕はなんかスポンサーっていうわけで、なんか、いつの間にか入れてくださってて、えと思って、正直初めびっくりしました。俺、スポンサーやばいやばいやばいみたいな。まあね、正直言うと、俺なんかが、ポットでの俺なんかが、スポンサーに、ね、なるなんて、本当に、正直ね、ありがたい話なんだけど、なんか、まあ他の方にね、正直、この1周年記念大会っていうのは、人数が限られてました。はい。まあ、総勢スポンサーも含めて16名の方しか参加できないということで、そんな大事な枠に僕なんかが何つうんだろう、確定で入っていいのかとか、そういう葛藤もございましたけど、ね、やっぱりそのくしくもね、
参加できなかった方もいらっしゃいますよ、抽選に漏れちゃったっていう方で、うん、そういう方もね考えたら、まあ、僕なんか僕の枠を誰かにあげたいっていうね、そういう気持ちも本当にございました。だけどまあそうだね、正直ゴリオンを愛する気持ちっていうのは正直僕もかなりございます。9月10月ぐらいから始めたから、まあ、そんな本当にポットですよ僕なんか。だけどゴリオンに対する愛っていうのは正直かなり深いものがございます。こんなに楽しませてもらってるゲームなかなかないですからね。面白いからこそ続けられるっていうことです。なんかやらなきゃじゃなくて、あゴリオンやりたいっていう気持ちになれるね、そんなゲームなかなかないよ、うん。まあ、1周年記念大会でねちょっと一区切りっていう形にはなっちゃったけど、これからもねゴリオンはねギャングゴリラさんがねどんどん面白くね新しいキャラクターねゴリラとかねサバイバーを追加してくださると思います。マップとかも新ルールとか新アイテムとかもねもしかしたらあるかもしれない、うん。まあ、そういうのもね期待しながらこれからもねゴリラオンラインを続けていきたいと思いますので、はい、まあね僕のことは嫌いになってもゴリオンのことは嫌いにならないでください、はい。本当にいいゲームですこのゲーム。1周年記念大会でやってね、なんつうんだろうな、やっぱりもうすごい視聴者数だったよマジで。30、40人ぐらいもうの視聴者さんが来てて、もうすごいゴリラオンラインでこんな人数見られてるんだと思って、いやすごいゲームなんだな、すごいいいゲームなんだなって改めて実感しました。だからこのゴリラオンラインをやってる自分が誇りに思いますね、うん。まあね僕のこの話なんてね正直つまらないので試合に行ってみたいと思います。はい、ドラえもんさん、ゴリラさん、お化けさん、よろしくお願いします。1周年よっとぜ紫称号、うー綺麗だねやっぱり嬉しい、初めての紫称号本当にありがとうございます。よし、とりあえずねこのゲーミングちゃんでねフィニッシュを決めていきたいと思います。いや本当にねこの子にはねフィニッシュ数ランキングに乗った時はねだいぶお世話になったんで、いけるかなーと思ったんだけどなダメでしたね。まあ僕の腕が悪かったです正直ね。なかなかちょっとなんつうんだろうな、街の姿勢どうにんのこれ、裏行ったか、なるほどなるほど、ちょっとね、あ青まで来てるね、なんつうんだろうな、待っちゃったっていう感じ正直。あ、よ、ちょ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 、許して許して許して、ウィーンこんな感じでね仕留められればよかったんだけどね、ちょっとねうまいことなんつうんだろうな、追う側じゃなくてなんつうんだろうな、本当に待つ側、ちょっと追い込んでくれるのを待ってる側に回っちゃったから、っていうとこだね。あと動きが単純にやっぱりちょっとゴミだった、うん。後で見直してみたけど、うん、悪かったな正直自分で言うのもなんだけど悪かったわ、いやまあね反省することは本当たくさんありますよマジで。もうちょっとうまくできたな悲しいけどまあね、本当になんかすごい視聴者さんとかねめっちゃいっぱい来てたよ。まあ僕の配信にもねすごいいっぱい来てくださって本当にありがとうございます、嬉しいです。ウィーン気持ちいいどこ行った、なるほど、これ焼きバナナいいんだよな、焼きバナナって焼きゴリラいいんだよな。あーまずそうですねこれは、非常にまずそうですね、まずいぞこれはまずいぞ。とりあえず裏回りますか、他空いてないんで、まあ、まだ時間はありますんで、あの人は偽物、偽物っつうか本物だな今のは、偽物じゃねえわ、やべえなんかもう分身だらけで何が起こってるか俺にはわからない、何が起こってんだこれは助けてくれ、教えてくれ俺に、これ本物っぽいですねこれ、抜けられた、オッケー。とりあえず黄色がフリーなんで黄色いってみますか。で黄色である程度まあ分身たちを一掃して、なんか、あなた本物かな、 あなた本物だねそれ本物だねあなた、やばい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 、あーどうしようかなこれ、はい、間に合うかこれ、
ただ青がちょっとこれ厳しいよな。青どころかこれもう、え、やばい、なんかいろいろいろんなの、あなた偽物、あ、偽物、よかった。なんかわかんねえけど、いけたやったぜあ、俺これで終わりでいいな。うん、終わりでいいや、これで。いいプレイができましたよ。はい、というわけで、いやー、ねえ、本当に悔しいですけど、悔しかったですけど、やっぱり、それよりも、本当に1周年、ゴリオン、お誕生日、おめでとうございます。まだ来てないけどね。一応記念大会ということでね、一応一段落、おめでとうございますと言わせていただきます。はい。ねえ、本当に、いいゲームなので、あのね、これからもね、ゴリオンのユーザーをもっとね、増やしていきたいと思ってますんで、こんな面白いゲームをね、本当に知らない人がかわいそう。本当に僕は。そう思う。このゲームを知らない人は本当にかわいそうだと思いますんで、僕はそんな人にゴリラオンラインをちょっと進めて、ああ、ゴリラオンライン面白いって思ってもらえるように、いろんな、たくさんのね、ユーザーがね、増えるように、これからも頑張っていきたいと思いますので、皆さんまたよろしくお願いいたします。みんなで一緒にゴリオンを盛り上げよう。ゴリラオンライン1周年記念大会、本当にお疲れ様でした。サメ肌ジョーさん、そしておめでとうございます。入賞された方もね、おめでとうございます。ね、参加した方もお疲れ様でした。はい。で、参加できなかった方も本当に応援しに来てくれてありがとうございました。本当に楽しい大会になりました。では皆さん、また2周年記念大会でお会いしましょう。そこまでやんないよ。なことないです。はい。というわけでね、またお会いしましょう。じゃあの、楽しかったぜー。